2年前、そろって沖縄から東京に出てきたばかりのスピードです。今、スピードは同じ世代の子どもたちから圧倒的な支持を受けるスーパーアイドルになりました。平均年齢15歳で CD の売り上げは1200万枚を突破。芸能界の最年少記録を作りました。リードボーカルの今井絵理子さんは15歳、中学3年生です。5歳の時から沖縄アクターズスクールで歌と踊りを鍛えてきました。もう一人のリードボーカル島袋ひろ子さん、14歳、中学2年生です。一番年下でデビューした時は小学校6年生でした。全然問題ないけど、リードボーカルに加えて2人のコーラス。上原貴子さんは15歳、高校1年生です。踊りの経験は10年を超えます。美味しそうに食べないの。荒垣ひとえさん、一番年上で17歳。ジャマイカ風のファッションや音楽に熱中しています。底抜けに明るい楽屋。4人は親元を離れ、東京の学校に通いながら歌手の仕事をしています。スピードの歌は今多くの小中学生の生活の中に息づいています。この小学校では朝の会でスピードの歌を歌っています。みんな眠そうなのでスピードの歌で元気を出そうという女子生徒の提案で始まりました。コンサートに集まってくるのは同じ年頃の子どもたちです。プリクラやたまごっちブームなどの爆発的な流行を生んだ世代です。かつて年上のアイドルに憧れていた子どもたちが今同じ世代のスピードを熱烈に支持しているのです。同じ年齢なのに輝いて頑張ってるのが伝わってくる。自分と年が近いからなんか仲良くなりできそうみたいな。友達になり、友達みたいな感じ。ス
ピードのホームページには1日50万件を超えるアクセスがあります。ファンからの E メールも1日300通余り届きます。メールには10代の子どもたちが学校や家庭での悩みをありのままに書いてきます。友達に話しかけるような調子です。私は中学3年生です。私って初対面の人と友達になるのが苦手なんです。だから学校では静かな人と思われがちで、寂しくて寂しくて仕方なかったの。でも親とかには相談できないし、そんな時スピードを見てすごく羨ましかった。でもスピードも親から離れて生活するなんて辛いだろうなって思い出したら、自分も頑張らなきゃいけない気がしてきて、今はちょっとずつ積極的になってきたんだよ。こんにちは。私は中学3年生の女の子です。今年は受験でイライラすることがとっても多くなりました。塾から帰るのが夜の10時過ぎで、そのままいつの間にか寝てしまって、翌朝気がつくと寝過ごしたという生活が毎日のように続き、きついです。それがイライラとなり、家族に八つ当たりしてしまいます。学校サボろうかなと思ったことが何回もありました。そんな時にボディ&ソウルを聞くと、不思議とやっぱ学校に行こうという気持ちになります。スピードの歌は元気で前向きに生きようと呼びかけるメッセージになっています。デビュー以来スピードの詩と曲を作っている音楽プロデューサーの伊地知博正さんです。ひろことエリにまずハモリちょっといつも言ってるんだけど、ハモリのとこでもすごくこう声張って、いわゆる自分たち一人一人がこの曲を歌ってるんだっていう気持ちで口を大きく開けて、いわゆる大きな世界だけど一人に歌う気持ち、すごい大事な人に歌う気持ちでやります。でもう一回やろうか、せーの。あの空を越えて、絵が二つ。伊地知さんとスピードが初めて出会ったのは2年半ほど前です。デビュー前、4人がまだ沖縄の学校でダンスの練習に打ち込んでいる時でした。本人たち会ってみてすごいピュアで、なんつうのかな、もう全身で私たちはもう踊るために生まれてきたみたいな、そんな感じがすごいしたんで、いやすごいティーンエイジャーがやってきたもんだな。ひろこなんてまだティーンエイジャーでもなかったですから、まだ11歳で、だからね、なんかすごい新しい日本人像っていうのかな、新しいニューエイジっていうのかな、なんかそういうのが出てきてるなと思ってて、なんかそういうものをまずは出したいと思って。小中学生の間で大ヒットしたゴーゴーヘブン、伊地知さんは今の中学生を思い浮かべてこの歌を書きました。元気あふれるスピードから同じ世代へ送ったメッセージソングです。ゴーゴーヘブンっていうのはすごい あそこに行きたいとかなんかあるじゃないですか、自分なりの、もうちょっとこういうふうにこういう友達に囲まれてたらよかったりなとか、そういう幻想なのかな、なんかそういう場所っていうものをにすごい行きたいと思ってる人たち、あがいてる人たちをスピードのピュアなボイスとダンスによって、それ本当に行けるんだよっていうことを出したかったのね。スピードは
7月から初めての全国ツアーに挑みました。3ヶ月足らずの間に20回ものライブコンサートを開きます。北海道から九州まで30万人と出会う旅です。このツアーでスピードは初めて名古屋ドームや東京ドームのステージに立ちます。8月上旬、名古屋ドームに向かいました。やっぱ本番前の、この本番始まる前の夜は眠れませんね。あ、なんかドキドキしすぎて。なんかね、スピードのコンサート見てね、なんかみんなで盛り上がって、今そういう、なんかみんなストレスとかあると思うんですよね。だからそういうのを吹き飛ばすようなライブにしたいなって。自分たちが楽しむんじゃなくて、みんなで楽しむように。みんなで楽しい夏にしたい。ライブの時はいつもどうやったら遠くのみんなまでこの私たちの気持ちが届くかなとか、一生懸命頑張りながらやってるんですけど、ドームだ。嘘、丸いよ。はい、おお、着いたよ、ドームだ。ペンでかいんだね。綺麗。戻そう。名古屋ドームに着くとすぐ4人は観客席を見ました。こんなに大きなステージは初めてです。2階の奥の席まで走り出しました。見て、見えないじゃん、ここ。ここからステージまでは150メートルもあります。米粒いいね。今まで通りの歌い方、踊り方で自分たちの気持ちが伝わるのか不安になってきました。リハーサルが始まりました。遠くで見ている仲間たちにも伝わるようにステージを大きく使うことにしました。ステージは幅100メートル近くあります。スピードが端から端まで走りながら歌います。4人とも息が上がってきました。これまで経験したことがない厳しいステージです。ステージングはすごくいいんだけど、大丈夫、頑張って。大丈夫、頑張るよ。やるしかないね。死んだらよろしくお願いします。頑張るよ、スピードの若さで。
あれ今日マイちゃんとかエリちゃんリップ貸していいよ死にそうだかお疲れ様でしたいっぱい走るし、だからいつかなとか思ってて、でも頑張ります若さで頑張ります全体力使ってもう死ぬまで踊る、本当に走る、それでも足りないくらいだ酸素ボンベが必要なくらい、うん、もうなんか倒れるくらい、でもその分お客さんもねいっぱい入って入るかな、お客さんね名古屋ドームの初日です。3万5千人が詰めかけました。本番直前、幕が上がるのを待ちます。という曲です。恋が始まったのに大人は分かってくれないと10代の気持ちを歌います。2時間16分休憩なしで18曲を歌います。走るスピードに子どもたちは自分を重ねています。ただかっこいいのではなく、スピードは身近に見つけた目標なのです。ひろこ、うん、いやーホテル、うん、終わったよ、うん、うん、うん、いっぱいだった、うん。夜、ひろこさんは必ずふるさと沖縄のお母さんに電話をかけます。親元を離れて2年経ちます。これからはどこにも行かない、ご飯食べる、うん、寒くないよ、大丈夫、うん、で全然大丈夫、あったかいよ、うん、今日はもう頑張った、全国ツアーのスケジュールは夏休みに集中しました。大阪、福岡、札幌、金沢、クラスメートが休んでいる間、4人は全国を駆け巡りました。ステージからも勉強からもひととき解放される移動の時間、4人にとっては束の間のリラックスタイムです。戦いだから10 11 10 なんで？ダウトって言う、誰か、なんか違う、リャオ3だっけ、3、ダウト超ムカつく、ムカつく、
ト11ダウト11ダウト中学生のエリコさんとヒロコさんは仕事が終わると学校の宿題が待っています。楽屋や事務所の一室を借りて勉強です。エリコさんは中学3年生、来年の春は高校を受験する予定です。数学がだんだん難しくなってきました。二次方程式習ったばっかりなんですけどね、頭悪いから分かんないんですよね。中学2年生のひろこさんは漢字の予習です。どんなに忙しくても学校は休まないことにしています。国語は得意ですか？得意ではないけど、漢字はちゃんとやっとこうかなと思って。なんで？いや、漢字は知ってないと恥ずかしいかなと思って。でも普通の子でも部活とか朝練とかあるから、私たちより大変だと思いますよ。なんかやっぱり塾とかもみんな行ってることだし、私たちも仕事っていうのはやっぱ部活みたいなもんだし、だから全然私たちも普通の子だし、だからなんか私たち忙しいねって言われるけど、普通の子も忙しいと思う。8月中旬、リードボーカルのエリコさんとヒロコさんが呼ばれました。作曲中の新しい歌をスピードが初めて歌ってみる日です。この時二人はイジチさんに2日前の公演で気持ちを込めて歌えなかったと打ち明けました。泣いちゃった？泣いちゃったの？うん、いやね。いつ泣いちゃったの？2日目。2日目？そう、初心を忘れてたわけよ。で、だから。うん。え、何？じゃあ1日目は頑張ったんだけど、うん、なんか慣れちゃったせいか、うんうんうん、なんかわかる？わかる。それで2日目は。2日目は。もうみんなで話し合って、うん、もうダメだねって。うん、ね、あ、1日目そんな良くなかったの、自分たちの中で。自分たちの中ではね、なんか、うん、頑張れ、こう1日目一番今まで集中してたねって、うん、やっぱ人によって違うんだよね。そうそうそう。じゃあなんかね、うんうん、何塗ってるんですか？ちょっと待っててね。すぐ悪いからね。そうなんだ。でもね、ライブはね、つきものだよね、そうだね。また変わるしね。うん、そうそうそう。愛を受け止め。新曲のレッスンです。イジチさんは楽譜を使わず、一言ずつアクセントの置き方や感情の込め方を伝えます。翼なんかないって、翼なんかないって、いついてから、まずね、翼なんかないって、いついてから、いてから、翼なんかないで、なんかが一つね、翼なんかないって、なが頭、二つ目のなが、翼な、うん、こっちのなが、あ、ここもない、でね、そうそうそう、難しいね、こっちのなが、翼なんかないって気づいてから、ワン、ツー、スリー、翼なんかないって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 気づいてから、きっと強くなれた気がする、第一、おブレス、ブレス、第一、オーケーで走り出そう、はね、走り出そう、ひろこ、たんたんたん、きらめくあなたの姿に、きらめくあなた、きらめくあなたの姿に、そうだね、上がったんだね、きらめくあなたの姿に、姿に、姿に、ついていける人になりたい、ついていける人になりたい、
言いたい人になりたい。そうそう。で、アクセント7、なりたい。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 これやってみようかな。難しいな、今回は。8ビートとその16が絡んだでしょ。そうするとね、難しいな。難しい、難しい。ふわり大事なのよ。大事なのよ。新曲は自分に負けないでもう一度夢を見ようと歌います。今の子たちって目的意識がそんなないし、なかなか目的意識が持てない時代背景じゃないですか。で、せめて今のその若いうちに、まあ、好き勝手やって、でも大人になったらもう関係ないみたいな、そういう子が多いと思うんですよ。で、多い中で今回は あなたに対して頑張ってねっていうことをすごくピュアに、すごい身近なあなたに対して、でもそれも本当にいろんな思いの詰まったチューラブ、いろんな私の気持ちを詰まったあなたに対して。スタジオに入って歌を吹き込みます。どう歌えばメッセージがよく伝わるのか、何度も歌って練り直します。翼なんかないって気づいてから、きっと強くなれた気がする。大地を蹴って走り出そう、きらめく割れたの姿についていける人になりたい。あ、ちょっと違うなとか、ちょっとした例えば言い回しだったらこっちの方がピンとくるんじゃないのみたいなものをなんとなく感じるんですよ。なんとなく感じることにおいては、言葉を変えてみたりとか、例えばスピードが歌って、あ、もうちょっとこういう普通の、例えば愛してるって言葉の方が、あ、ここはいいんだなとかっていうのを、考えたりすることはすごい大事にしてますよね。アクションやレコード会社のスタッフを交えて検討が加えられます。プロダクションの平達夫社長は、セックスの匂いがしない前向きなラブソングがヒットすると考えています。10代の子供たちが求めているのは恋人よりも友達だといいます。ちょっと若干音程がやっぱり 1,2 箇所あるのかもしれないですね。だからその語尾かなって、タイミングがありますよ。上はこっちの方がドラマチックだよね。そうですね、はい。最近の若い人たちが意外とこう友達願望といいますかね、友達が欲しいっていう部分がものすごくなんかこう飢えてるような気がするんですね。で、本当は友達でもなくて、知り合ったばっかりで、お互い電話番号を教え合って友達になろうみたいなね、ことが多かったり、
で、まあ何回か電話で話すると、まあ友達じゃなくなっちゃったり、まあそういう中でも、ですから歌の詩の中にも、まあそれもですから、恋愛観も含めてミーニングをかけたり何かはしてるつもりではいますけどもね。9月、2学期が始まりました。授業の合間を縫ってスピードは全国ツアーを続けていました。ファンからの E メールには、新学期になって学校に行くことに悩む中学生からの便りが届くようになりました。私はすごく学校が辛くて、今年の1学期くらいからしばらく学校を休んでしまいました。何もかも信じられなかった時、スピードの曲にたくさん元気をもらって、新学期からなんとか学校に行けるようになりました。でもまだ教室には入れません。私は今度の10月の東京ドームに行くんですけど、その日までに教室に入るのが目標です。メールを送った菊川めぐみさん、15歳、中学3年生です。菊川さんは友達に無視されていると思い込み、1学期は学校を休みがちでした。人間関係もうまくいってなくて、なんかポツンと一人でいるようなことが多くて、どこにいるか分かんないっていうか、なんかそういうので部活は本当嫌いで、で、あと勉強はテストとかすごい難しいし、もう本当に学校が大嫌いになっちゃって、なんで行くんだろうっていうか。学校を休んでいた時に出会ったのがスピードのアライブという曲でした。一行一行が自分に言われてるっていうか、本当は励ましてくれてるって感じで、すごい友達でもそういうのなかったし、家族と話しててもやっぱり同じ、いつも一緒にいるから、新しい言葉っていうか新鮮な言葉ですっごい励まされて、本当にいい曲だなと思いました。教室に入ろうと毎日学校に出かけています。9月上旬、新曲が完成しました。ダンスのレッスンが始まりました。新曲はツアーの最後、東京ドームで歌います。佐渡
けしが考えたダンスを変え始めました。次々とアイデアを出します。タンタタタボンボン、なかったことある。一回転ターンを加えてキレを良くしたいという高子さん。なんかさ、アクセント入れ、一個なんか入れた方がいいかな。考えて。横の動きを加えてみたらという人恵さん。これを外して毎回。いや、毎回やろうよ。床を出したいっていうのが夢だったんですよ。かったね、このツアー前。新しい動きを加えて新鮮な気持ちでステージに立ちたいとスピードは考えていました。レッスンは6時間を超えました。10月6日、東京ドームのコンサートまであと3日になりました。この日はステージの打ち合わせです。まだほら一番。4人は突然提案を始めました。今だからちょっと事務所にあるから、もう少し。アメリカで撮ったホームビデオを新曲のコーナーで紹介したいというのです。ちょっとなんか向こうでオールマイトゥルラブオンセールとか言って遊びながら撮った遊び CM とかあるんですよ、うん、そういうのを流したい。あのあれ曲前に MC のところで、うん、オールマイトゥルラブ、うん、少しもいつもそういうことやってるんだよ。プライベートショット、いっぱい撮ってる。もうなんていうの、いつもな30秒、社会さんも言ってる。でも2パターン2パターンで外人の人が言ってるやつと最後に高橋さんが言ってくるパターンと、ポン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 。曲振りまだ入ってるの、うん、オールマイトラブオンセールって言ってる。心配だけど少しずれてる。思いがけない提案に舞台監督は困ってしまいました。よくやってるじゃん。でそれをなんかマンネリしてるから、10月9日、3ヶ月に及んだ全国ツアーのフィナーレ、東京ドームのライブコンサートです。2学期が始まってから1ヶ月、この間教室で過ごしてきた子どもたちがスピードに会いに来ました。この日までに教室に入ると誓いを立てた菊川めぐみさんです。前の日、なんとか教室に入ることができました。涙の数だけ、きっといつか花は咲く日が来ると語りかけるアライブを生で聞きたくてやってきました。頑張ります。本番5分前です。あのさ、だから思ったんだけど、最後のこの挨拶はじゃ、うん、長くしない？もっと長くしよう。こうやって。もっと長くしよう。最後ね。笑いが見えてもいいよね。頑張ろうね、最後だよ。スピードだけで。もう今日は本当に頑張って。ほら、もう最後だから、やっぱり。もうスピードできないよ。東京ドームできなくないじゃん。お客さん見たでしょ。あんないっぱい集まってんだ。頑張ろう。ね。頑張ろう。ナイスドームだよ。ナイスドームだよ。
4万人が埋め尽くした東京ドーム。コンサートが始まりました。新曲のコーナーです。オールマイトゥルーラブのプロモーションビデオの撮影でアリゾナの方へ行ってきたんですよ、はい、すごい綺麗なところで、そこでですねオールマイトゥルーラブの自分たちで CM をホームビデオで撮ってきたんですよ。それをみんなに見せたいと思います。4人の提案が実現しました。新曲のメッセージは自分に負けないで。スピードがデビュー以来同じ世代の仲間に送り続けてきた言葉です。めぐみさんが待ち続けたアライブです。今日のライブを思い出してスピードの曲をたくさん聴いて、もう絶対なんか学校行かないようには二度となりたくないから、友達も先生も家族もみんな助けてくれるから、だから今は力を借りて、スピードにも力を借りて、で自分の力でまた頑張りたいです。私は聴いてるみんなが本当にスピードの曲を聴いて、なんか始めようとか頑張ろうとか、なんか負けないぞとか、そういうやっぱり勇気を出てくるような曲をすごい歌いたかったし、でみんなにそれがすごい伝わったのがすごい嬉しいし、だから私もみんなが勇気づけるように頑張って元気に大きな声を上げて歌ってます。東京ドームのライブコンサートの2日後、ひろこさんとえりこさんは中学校の中間テストに臨みました。ひとえさんは英会話の学校に通っています。
子さんも海外に出ることを夢見て英語の勉強に力を入れています。こんなに楽しいライブができて幸せです。みんなありがとう。みんな愛してるよ。みんな元気。自分に負けないで。3ヶ月、全国30万人の仲間と出会ったスピードの旅は終わりました。